Good job. お母さんありがとう。ベーパーフライありがとう。ベーパーフライありがとう。オーバーです。オーバーランチャンネルへようこそ。今日はあと4分ぐらいで10キロのレースが始まるんですけども、それとは別にですね、今日はビッグデーになります。というのもこいつです。私の初代ベーパーフライネクストパーセント、これを履いて臨みますけれども、見てください。中宮で固め、中宮で直し、頑張ってきてくれたこのベーパーフライネクストパーセント、私のレースシューズだったんですけども、今日を最後にですね、引退したいと思います。一応今日がね、この今シーズンラストレースということですので、ちょうどねこの区切りもあって、レースラストレースということで、あと4分ぐらいでレースが始まりますので、スタートラインに行って彼のね最後の勇姿を、そしてこの感覚を一緒に走りながら、思い出を振り返りながらね、今日は精一杯10キロ頑張って、なんとか自分の力で自己ベスト更新をしたいと思います。ベーパーフライネクストパーセント、頑張ってくれよ。一緒に頑張ろう。行ってきます。Good job. お母さんありがとう。ベーパーフライありがとう。いや、10キロ走ってきましたよ。40分切れませんでした。PR 出ませんでした。最後のこいつ、ベーパーフライネクストパーセントの花道を PR で飾ることはできませんでした。自分が不甲斐ないばっかりね。こんな風になりながら頑張ってくれたんですが、ズーム X ももうね、しなしなで、アッパーも取れそうな感じになってね、それでも頑張ってくれたんですが、ちょっと自分が不甲斐なかったです。まあでも、総合で5位。で、エイジグループもおそらくトップ3に入れたんじゃないかな。最低限の花道は用意していけたのかなと思います。結局ね、フルマラソンは2回、2019年と2021年のホノルルマラソン一緒に走って、で、あとは短いレースをねたくさん走りましたね。ハーフとか典型15、25、30たくさん走って、いい思い出がたくさんあります。 PR もたくさん出してくれましたしね、自分以上の力を出してくれたような気がします。ベーパーフライネクストパーセント初代、次レースシューズ何を選ぶのかにも注目をしていただきたいと思います。このベーパーフライはですね、これから、まあ引退とは言いましたけども、第一線は退いて、まだレースペースとかインターバルのトレーニングで練習用シューズとして活躍していただきたいと思いますので、そちらの方でまだ使っていきます。しばらくはね、壊れるまではテンポネクストがね、不甲斐ない、ダメな、すぐ壊れちゃったみたいで、ベーパーフライは練習用シューズとしてこれからも頑張ってもらいます。ということで、ベーパーフライネクストパーセント、右足と左足、お疲れ様でした。いい思い出をありがとう。それじゃあ。